何騒いでんの？あんたまたそうやって変な知識を植え付けて、あんなことやこんなことや、もう勘弁ならない。そこに直りなさい。待って、どうしたんですか？違うんだ。あら、これは誤解で。双葉さんも一緒に入りませんか？エリス、ダメだってば。あ、